で、この俯瞰講義ですけれども、川東先生の、3回目の講義です。川東先生の講義は今、IT と言われているインターネットテクノロジーですね、それの中で一番の問題というのがいろいろとありまして、一番最初の時間っていうのは、いろんなネットワークの上を情報を順番に送っていったら、どうすれば2つの、データをうまく送り届けることができるかというので、ランダムに座標変換というか、そういうことを行って送るという話でした。で、2番目はこの間のやつというのは、安全に送るためにはどうすればよいか。で、公開鍵暗号という話でした。で、今日のお話は誤り訂正符号と数学というわけで、必ず雑音とかそういうことが起きますので、普通人が話をしていても自分が伝えたいことが相手に伝わらないということがよくありますが、それが雑音のせいで、声が違うふうに聞こえる、あるいは間違って聞こえるということがよくあるわけですね。で、そういう時に、だけどたくさんの情報をどんどん間違えながら送っていくと、それは何を送っているかわからなくなるけれども、それを数学的にうまくやっていくという方法の説明だと思います。よろしくお願いします。それでは、どうも、川東です。それで、誤り訂正符号と数学ということで、今も言ったように、データを転送する、あるいは普通に CD-ROM とかそういうものに、記録する場合でも必ずエラーというのが起きます。で、それをどうやって、修正するかということの数学の話をするんですが、前半はそういう、具体的な、実用的な話で、今までと同じようなタイプの話ですが、後半は、そういうことが、現代の、抽象数学、普通に、いわゆる純粋数学者が研究している抽象数学と、どういうふうに関係しているかと、そういう方向に、話がつながっていきます。で、まず最初の前回の質問がいくつかあったので、まずそれに答えるところから始めます。で、前回その RSA 暗号というのと、それから DH というので、いろいろこの2種類説明しましたけど、で、どっちがこれからどうなるのかというようなことを質問がありました。私も別にこういうことがプロではないので、詳しく説明できるわけではありませんが、基本的にはですね、これらも基本的な方式が昔からあるもので、その原理を説明したんですが、さまざまな改良や拡張が行われていて、で、そういうものがいろいろとなタイプのものが使われています。だから、どれか一つ決定的なものがあって、それを全部みんなが使うということは、それは多分ないんで、いろんなタイプのものが進化しながら使われていくということです。だから現在、その実際に使われているインターネットエクスプローラーとかそういうもので、 HTTPS とやると暗号化されるんですけど、それも一決まった方法でやってるんじゃなくて、何通りか選べるようになっていて、その暗号の複雑さとかも何通りもあって、それを相手との通信の時に相手と打ち合わせて、じゃあこれを使いましょうというふうにして実際にはやってるんで、だからそういうオプションが増えたり変化したり進歩したりしながら進んでいくと、基本的にはそういうものです。それから、これね、現実的な時間内で解読できないというんですが、そのスーパーコンピューターなどでいくと、できちゃうんじゃないのかということで、それは原理的にはそうです。だけどですね、これも問題は、その程度問題で、あと100年ぐらい進歩しても解読できないようなものって、それはかんあの作ることは簡単にできます。だけど、そういうことをするとですね、例えば最初の素数判定とか途中の計算とか、そういうのが非常に面倒くさくなるわけです。で、前回もちょっと言いましたけど、実際の通信ではですね、この暗号以外にさまざまなところでトラブルって発生するんです。だから、で、そのいろんなトラブルがそれなりの確率で起きるときにですね、この暗号の部分だけその失敗する確率を極端に下げると、で、そのために莫大な手間というのは、具体的に時間やお金ですけど、そういうものをかけるというのは、その現実的じゃないんです。だから、ある程度のところで手を打ってるんですね、暗号も。だから、このくらいにしとけば、なかなか解読できないだろうというところで手を打ってるんです。で、そうすると、それはそこそこのレベルなので、それはだから実際にスーパーコンピューターとかが進歩すれば、そこそこのところっていうのは、破られてしまうわけです。そうなったらまたちょっと上げればいいんで、基本的にはそうやって時代によってちょっとずつ上げていくということは現実に行われています。だからいろんな規格があって、このくらいの大きさの素数を使いましょうというような、その共通規格があるんですけど、そういうのは現実にコンピューターの進歩によってちょっとずつ上がってます。だからそういうことは実際に行われていると。
それからあと素数の積を取るときに、場合によっては簡単に素数かどうか、あるいは因数分解とかできるというんですけど、どうすればいいかというんです、残念ながら簡単には説明できないです。例えばそのメルセンヌ素数とか、そういうのは非常に簡単な、極めて特別な場合ですけど、そういうものはありますけど、あとそれ以外にも特定のパターンの時だけ使える素数判定、あるいは素因数分解法というのはあります。ありますけど、そういうのは非常になかなかこんな1ページぐらいで残念ながらここで説明できるようなものではないです。そういうのは大学の授業で1学期かけるとか本1冊書くとか、そういう種類のレベルなので、残念ながら詳しく説明することはできない。でも実際にはだから、知られている方法については試して、そういうのは引っかからないということはチェックしますが、具体的な方法はなかなか詳しく説明できないし、本当のところ私もプロではないので詳しくは知らないです。それからあと、たまたま破られる可能性がどのくらいあるかって、それも基本的には自分でコントロールできるんで、そういうのを下げるように、努力すればいいんですけど、これもさっきと同じで、その極端に下げることってだから現実的にあまり意味がないんですよね。他のところでいろんな失敗するんで、例えばだから小さくできるんですけど、例えば私が誰かに秘密のメッセージを送ろうとしている最中にですね、突然死んじゃうとかいう可能性、それゼロじゃないわけです。あるいはそもそも人類が明日滅亡する確率ってゼロじゃないですね。だからそういうものと比べて、その極端に低くこういうところの見破られる確率っていうのを極端に下げるというのは現実的じゃないんで、そういうことあんまりは極端には下げない。ただし、実用的な意味では極端に低いです。だから偶然の解釈もいろいろありますけど、例えばそもそもデタラメに2つ数取って出かけたら、その素因数分解したい数にたまたまなるという確率、それはゼロではないですね。だからそれはとてつもなく低いです。だから実際上そういうことは考えてもあんまりしょうがないんで、だから、実用的な意味では十分小さいと、そういうことです。それからあとデジタル署名とかで、前回 M っていうのがありましたが、それは何でもいいの、それは自分で決めればいいので、そうです。それからあと P とか Q、これも先週の記号ですけど、素数を2つ取ってかけるんですけど、その素数判定の時に本当に素数かどうかを判定するのはなかなか難しいので、確率的に大体素数だろうというようなことでやっちゃうというような話をしました。そうすると本当は素数じゃないのに素数のつもりでやったらどうなるのかと、そういう質問が当然起こるわけですけど、その素数であるということを使って、フェルマーの小定理、あるいはさらにもうちょっとそれを拡張したオイラー関数の性質とか使ってるんですけど、素数でなければそういうところはうまくいかないというか、いかない可能性が高いです。そうするとだから、暗号化されたものを元に戻すというところで失敗するわけです。で失敗するんで、だから元に戻らないんですね。で戻らないので、どうするかというのは、次のところ質問にもありますが、とにかく失敗します。で失敗したときにじゃあどうするかと、特に検知できるかということです。それはそうなんです。普通に例えば文字だとか画像とかであれば、失敗したときにデタラメなものが来ますから、これはダメだなということが分かる。あるいは機械的に判定したければ、解読したときには必ずこういうメッセージが最初に出ますよというようなことを決めておけば、それが出てこなければ失敗したということが分かる。だからそういうことで失敗した場合はちゃんと分かります。でだからこれも現実的には失敗する可能性が十分低ければですね、大体は大丈夫なん で、そういうときは失敗しました、やり直してくださいということをするようにしておけば大丈夫なんです。基本的な質問はこういうところですね。で今日の話に入ります。すいません、まだこれも質問もう一つありました。で量子コンピューターっていうのが話題になっていて、そういうので素因数分解して破られるんじゃないかという話が出てますと。で対策はどうかということなんですけど、量子コンピューターっていうのがだから、いろいろ研究されてるわけですけど、それが実用化されればこういう素因数分解をはるかに高速にできるようになるので、破られる危険性は実際にあります。ですが量子コンピューターの実現というのはあんまり差し迫った脅威であるとは考えられないですね。いろんな人がやっていて、みんなこういうのを研究している人たちはお金が欲しいので、もうすぐにもできるようなことを言いますけど、なかなか近い将来できるよという気はあまりしてないです。私プロじゃないですけど、でだからそんなに差し迫った脅威であるとは考えられないです。でも実際本当にそういうことができるようになったら、また別のもっと解読が難しい新しい仕組みを探すと、基本的にはそうです。基本的にこういうのってだからどんどん進歩してるんで、そんなに永久に続くような方法を考えてるわけじゃないので、技術が進歩してくればそれに対応して新しい技術対応策を考える、基本的にそうなんです。だからあとこういう質問もありましたけど、暗号の仕組みとかこういうことを研究したりするようなこと自体を制限するのした方がいいのではないかという意見もありましたが、例えば軍事研究とかもそうですけど、でもその爆弾を作るとかいうのはですね、それは制限するっていうのは現実的にもう意味があると思いますが、こういう理論的な研究っていうのは一人でできちゃうし、お金もかからないですから、
やめろと言ってもそれやめられないですね。大体あのハッカーとかそういうのと同じ種類のことで、やめろと言ってもそのやりたい人たちはやるんで、むしろあのちゃんと自由に学術的に研究させた方が結局は社会全体としてまあ得ではないかと、まあ、少なくとも私はそう思います。とかあともう一つ、これもさっきと同じですね。あの特別な数の時に因数分解できることが あるっていう、それだからどういう時かっていうのはすみませんが、あの、いろいろな場合によるんで簡単には説明できないということです。あのこういうことを書いた本はたくさんありますから、まあ、そういうの興味ある人は、まあ、真面目に勉強してください。でここからが今日の話です。で誤り訂正符号だから、符号をその、まあ、基本的には2進数を送るわけですけど、その時に何か何らかの、原因で間違いが起こると。でその間違った時にまず基本は間違ったということを、検知する。これが第一ですね。まあ、の間違ったものをそのまま本物だと思って受け取ったら、例えばそれがお金だったりしたら大失敗するわけですから、まあ、まずその間違ったということを検知することがまず重要なんですけど、さらにその間違った場合に自動的に正しいものに修正したいと、それが非常に現実的な要請ですね。そういうことをしたいんですが、その時に誤りって言ってもそのいろんな種類の誤りがあるんで、それはどんな間違いでも直せるなんてそんなことあるわけないですね。例えばそもそもデータが丸ごと失われたらそれは絶対に復元できないですね。だからどういう種類の間違いを訂正しようとしているのかということを今から説明します。で基本的には2進数を、まあ、全部今までもそうでしたけど、あのデジタルデータで数を送るんでも全部2進数を送ると思ってよいです。2進数を転送します。でだから0と1のデータがずらーっと並んでるやつをどっかに送ると、あるいは保存すると、そういう状況 で0と1がこう間違っちゃうと、もう2種類しかないわけですから、間違いっていうのは0が1に変わるか1が0に変わるか、この2種類の、データエラーを考えます。でこれがだからまあデータ転送の最小単位に生じる場合、これを発見、こういう間違いを発見したり訂正したりしたい、これがやりたいことです。でさっきも言ったように、その大きなブロックがですね、丸ごと全部ぐちゃぐちゃになっちゃうとか、それからそもそもなくなっちゃうとか、そういう種類のことも当然エラーですけど、そういうことは今考えてないです。これはまた別の種類の問題なので、こういう時はまあだからその丸ごと大量のデータが失われたら、それだからあの修正どっちにしろできないわけで、そういう時はその間違えたということさえ検知できれば、その送り直してくださいとかやり直してくださいとか、まあそういう種類のことで対処するわけです。それでデータと、さっきも言いました、そのこういう種類のことって非常によくあるんで、そのデータを CD-ROM に取っておくとか、普通の機械パソコンの中に取っておくとか、そういう種類のことも全部同じ原理ですね。0と1のデータがたくさんあって、どっかで何らかの理由で間違ってしまうことがあると、そういったときに間違いを自動的に訂正すると、そういう種類の問題です。これ非常に実用的な問題です。でまずそういうで、エラー検出あるいは訂正のまず一番基本的な古典的なことから説明します。パリティビットと呼ばれる、まあ、ごくごく単純なものです。で2進数で最初あのバイトのという単位の説明をしましたが、2進数8桁で2の8乗256通りのデータを考えるっていうのがよくあの基本的な単位とされています。でそれでまあ1文字を英語のいや数字の文字をよく表すんですけど、英語のアルファベットは大文字小文字と数字とか、あとピリオドとかそういう括弧とか入れても256なんか全然ないですね。で普通よく昔から使われているアスキーコードってのは実際は7桁しか使ってないんで、128までしか使ってないです。128でもまだ多いですけど、それはまああのスペースとかあのキャリッジリターンとかいろんな制御コードとかに使ってるんで、まあ大体128通りでアルファベットとか数字とか句読点とかそういうものを表しています。だから普通には7桁しか使ってないんで1桁余ってるんですね。この余ってる1桁をどうするかっていうので、まあ大昔からのやり方があって、8桁目はどうするかっていうと、そのエラーチェックに使うんですね。でどうするかっていうと、まあいろんなやり方がありますけど、7桁の中にまあ0か1があるわけです。1が何個あるかを数えると、で偶数個あったら8桁目は0と、で1が奇数個あったら8桁目に1をつけると、これによってですね、どちらの場合でも8桁分の中に常に1が偶数個あるということがいるようになります。これがイーブンパリティビット、こういう付け方をパリティビットと言います。余計な1桁をつけるということですね。でだからこれが7ビットで、そのイーブン、つまり偶数になるように一つパリティビットをつけるというやり方で、これ昔、非常に昔から使われているものです。実際私があの高校生とかそのくらいの頃は普通にパソコン通信とかで電話回線でやってたんで、そういう時は本当にこういうの実際にあの普通に日常的に使われていたものです。でこの時に2進数の中で1桁の間違いが発生すればですね、こう8桁分の中でどっか1箇所0か1が入れ替わるわけです。そうすると、
もともと1が偶数来なきゃいけないんですけど、どこかで1桁、入れ替われば必ず1の数が奇数になっちゃいますから、これで間違ったことが分かります。だからこういうやり方、この非常に原始的な素朴な方法でも何かどこかで間違えたということは簡単に、検出できるわけです。で、まあ、そうなんですけど、しかしどう間違えたのか分かんないですね。だからこれは、誤りがあるというあったということは、まあ、検出できるんで、まあ、それはそれで有用ですけど、これでは訂正は不可能と。つまり どの8桁分のどの桁が間違ってるかっていう可能性については全部対等ですから、どこが違ってるのかは分からないと。まあそうです。で今度はじゃあもっと頑張って、自動的に直す方法を考えるんです。まず一番素朴な、あんまり賢くない方法ですけど、素朴な方法からいきます。それが水平垂直パリティと言われるやつで、二進数何桁でもいいんですけど、ちょっと説明の都合上16桁あった方がこう絵が描きやすいので、8桁の代わりにそれを2つ並べて16桁分を考えます。だから二進数16桁を一塊のデータとして送ると、そういうことを考えます。でその時にですね、この16個あるんですけど、これをこう 4×4 にこう並べます。だからこの 4×4 この部分が送りたい本当のデータです。でその他に、どうするかというと、4桁分についてですね、上のそのパリティビットのことを考えます。そうするとここですね、ここをまず一塊だと思います。そうすると0、1、0、0で1が1個あります。で1は偶数個になるように余計につけるんで、ここに1個つけます。これで1が 2つになりました。それからここですけど、1、0、1、0で元から1が2個あります。でこれは元から2個あって偶数なので、1はつけないで0と。ここも同じように1、1、1で1が3個あります。で奇数なのでもう1個つけて1が偶数にします。ここも0、1、0、1で1が2個あるので、これは0にして1が偶数。だからこれで横4列ある、4行あるわけですけど、全部1の数が偶数になるように新しく1、0、1、0つけました。だから縦についても同じようにします。だから一番左の列の縦に見ると0、1、1、0です。そうすると1が2個あるって偶数なので、そのまんま0と。で次のところはちょっと潰れてみにくい、1、0、1、1ですね。1が3つあります。で奇数個なので1をつけて偶数にします。0、1、1、0は2個なので偶数と、0、0、0、1は1個なので奇数だから1をつける。これでだから縦と横に関してその4桁分を、さっきはまあ8桁で言いましたやりましたけど、4桁分を一塊にしてこういうふうにパリティをつけます。だからこれで本当のデータはこの16個です。でそこでここに4つつけたから、8桁分そのチェックのための、数字をつけたわけです。でそうするとこれでどっか間違えてたとしましょう。例えばこの左上、この0ですけど、これが間違って1になったとしますね。そうするとどこが狂うかっていうと、ここが狂いますね。ここがその1行目が間違ってるなっていうことが分かる。それが縦の方も同じように分かるので、1列目が間違ってるなっていうことが分かると。でその両方を合わせると結局、1行目と1列目に間違いがあるんだから、共通のここが間違ってるんだということが分かると、こういうことですね。だからこの原理によって、1箇所間違ってるときは直せます。ただし、まあ、2箇所以上間違ってるところではダメですけど、まあ、基本的にはそんなにたくさんは間違いないということでやってるんで、このやり方で、1箇所の間違いは自動的に訂正できます。だけどこれあんまり賢くないんですね。これつまり16桁分のデータを送るのに、8桁分のデータをつけて、でまあ、一つの間違いは修正できるということで、まあ、悪くはないですが、あんまり賢くないです。でもうちょっと賢いことを考えようというのが次の話題で、まずそこでハミング距離ということを説明します。まあ、なんか偉そうな名前がついてますけど、とても ある意味くだらない単純なことです。で同じ桁数の二進数が2つあったとします。で桁ごとに比べて、でその違対応する桁同士で違ってたら、違ってるのを数えると。でそれを、距離と呼びんで、ハミングという、まあ、距離と言います。例えばこれですけど、ちょっと字が見えにくいです。これは似たような数字で10100011、10100010ですが、これ色が違うんで、青いところが違ってるんです。これが101まで同じですね。次が0と1で違います。それから001が同じで、最後1と0が違います。だからこれ、まあ、縦に並べて書いた方が分かりやすいですけど、1桁目同士、2桁目同士、3桁目同士って数えて、対応するところを数えていくと2箇所区位違ってます。これですね、1桁目と5桁目、これ右から数えてますけど、1桁目と5桁目が違うだから2箇所区位違ってますでこれを、その距離2だというふうには、数えると。だから例えば完璧に一致していれば食い違っているところないから距離が0ですね。距離が0というのがその同じものだということで、 1桁違ったら距離1、2桁違ったら距離2と。で全部今は たかだか8桁ですから、全ての数字が食い違っていれば距離8ですね。それが最大と、まあ、そういうふうになって、これを、距離の数え方とします。で誤り訂正の考え方はどうするかというと、
本来のデータである2進数に、訂正のための桁をいくつかつけると、さっきだったら16桁に8桁つけてましたね。で、その時に誤りが、あればですね、正しい、だから、訂正用の桁がついてるんで、その全体を見たときに、そこで、それが、ありえない数字列だとしたら、それは間違ってると思うわけですね。で、ありえないのを見たときにどうするかっていうと、あり得る数字列っていうのが、何通りかあるわけです。有限通りですけど。そうすると、ありえないやつから見て、そのあり得る数字列の中で一番近いやつを探すと。近さはこれでございます。で、だから、そのあり得る、本来許されている数字列のうち、受信したものから一番近いハミング距離が小さいものを、本来のデータと、あとまあそれに訂正用のデータがついているというものだと思うということですね。なんか距離とか偉そうに言ってますけど、だから、非常に簡単なことで、なんか間違った数字列が来たと。そうしたら、何箇所か直せば正しいものになると。で、その時に一番少ない桁修正で直せるものを選ぶと。基本的にはそうですね。なんか非常に簡単な考え方です。でただし、ところが、例えば2箇所直せば正しいはずのデータになるっていうときに、その2箇所直すやり方が何通りもあったとしますね。つまり、ある2箇所を変えても正しいデータになるし、別の2箇所を変えても正しいデータになると、そういう状況があり得るわけですが、それだとうまくどっちにしたらいいのか分からないですね。だからそういうことがないように、うまく、その仕組みを選ぶというのが、次にやりたいことです。でここでまた線形代数が重要になるんで、だから今まで何度も、特に1回目の授業の講義の時もそうでしたが、数学2の線形代数というのは、こういう実用的な意味が非常にたくさんある便利なものなので、また線形代数を使います。で訂正用のデータもつけると、結局なんか N 桁の2進数を1回で送ると、そういうことですね。で、それ2で割った余りの世界で考えると、0か1かっていうのがもうそこの世界での2通りの 数なので、だから N 桁の2進数っていうのは0か1かの数が N 個並んでいると、N 次元ベクトルと思うことができます。まあ、縦でも横でもいいですけど。そうすると、この訂正用の桁数をつけていることによって、その N 次元ベクトルのうち、そのあり得る、許されるデータと、そのありえない、そのパリティが狂ってるみたいな、そのありえないデータの2種類があるわけで、そのうち正しい、あり得る N 次元ベクトルだけを集めてきたものを考えます。でこれが線形空間、ベクトル空間になっているときに、こういうものをシステムを、線形符号と言います。だからこれが線形代数が非常に役に立つことで。で線形空間って何だったかっていうと、定数倍とそれから足し算で閉じて、ベクトルのに何か定数をかけるっていうことと、ベクトル同士の足し算で閉じていると。これが線形空間、ベクトル空間、あるいは部分空間とか言ったりしますが、それの性質です。でところが定数倍って言ってるんですけど、今数って2で割った余りで考えてますから、0と1の2つしか数がないんです。そうすると0倍と1倍しかないんで、で、1倍しても元の空間に入ってる、当たり前ですね。だからそういうことは考えなくてもいい。だから0倍するとまあ全部0っていう、0000っていうベクトルなので、まあ、それは入ってる必要がありますが。で、まあ、でも別のこっちの条件から0倍はだいたい自動的に、必ず自動的に入っちゃうので、これ気にしなくてよいです。そこで、だからこの z÷2z ってその0と1だけの世界、2で割った余りで考えている世界では、N 次元ベクトルのなす線形空間で、そこの中に部分線形空間 V というのを言ってる。これがだからその正しい符号の集合ですけど、それっていうのが足し算で閉じてるってことが重要です。で、それはだから空集合ではなくて、足し算で閉じてるっていうのをちゃんとベクトルの記号で書くと、2本ベクトルがあったら足してもこの空間に入ってますよと。これが、こうなっているような V を考えているということが線形符号と考えているということです。でこの時その空集合でないのを取ってくると XX と取ると X プラス X って取った時に必ずその全ての 桁ごとにバラバラに考えるんでそうすると0と必ず同じものを2回足せば0足す0でも1足す1でも0になりますからこの作り方で全部0ってベクトル必ず作れます。だからそれで0倍は自動的に入っちゃうのでだからここで気にしなくてもよいと。また空集合はまずいですけど、だからまあこれが線形符号という考え方です。で、例を考えましょう。で、まあ、さっき16個、この辺に書かれて、4×4 に並べて、で縦に4つ、横に4つつけたというのを考えました。だからあれがパリティビット8個つけたんで、それはできるものは24桁の2進数です。だからそれは24次元ベクトルと思うことができます。で、
で、8個のパリティビット、8個のパリティビットがあるん で、そこが、誤りを示していないと。だからその24桁のうち、そのパリティビットの部分がその正しく、なっているやつと、つまり許されているやつと許されていないやつとあるわけですけど、許されているやつだけを集めてきたものが V です。でそれをよくかんあの、まあ、数学的にちょっと考えればわかるんですけど、それは24次元空間の中で、あのベクトルが24桁なので24次元空間です。これは普通の、ただし数は0と1しかないので普通の実数 の24次元とはまあ違いますけど、でもとにかく24次元空間です。そのうちでそのパリティビットがちゃんと合ってるっていうやつが V なんですけど、これが部分空間になってるということがちゃんとチェックできます。だからこれ線形符号です。だからさっきの、16個のデータに8個のパリティビットをつけるというやり方はちゃんと線形符号になっている。でそれは24次元空間の中の16次元部分線形空間で、でさっきのやり方で左上1箇所間違ってたとしたときにどうやって修正したかというんですけど、それは間違えたとするとですね、その24次元ベクトルがその1箇所狂っちゃうわけで、そうするとそれが正しい、ベクトルの空間 V の中に入ってないわけですね。で入ってないときにどうするかっていうと、それは入ってるやつの中で一番近いものを持ってきなさいということですね。でこの状況で考えると、V の中でその間違った X からハミング距離が1、まあ、0ってはないですから1のものが一番近いんですけど、それが1個だけあるということが分かります。だからこれが一番近い、ただ1つのベクトルなので、この一番近いやつを本来のデータだったと推定すると。でそのうちそれは24次元ベクトルなんですけど、8桁分はそのパリティビットで後から自分でつけたものなので、本来のものは16桁分です。だからこういうふうに考え、だからさっきの修正方法っていうのは、あれでその、まあ、正しい修正方法なんですが、それは線形符号の立場から言うとこういうふうに、24次元空間の中の16次元部分空間を考えて、でそこでハミング距離が一番近いものを選んだと、そういうふうに考えることができます。だから、まあ、ちょっと絵を描いてないですけど、その例えば普通のこれだから成分が0と1しかないから普通 そのベクトル空間と違うんですけど、でも何度も言うようにこういう状況でも普通の我々が慣れている2次元空間や3次元空間と大体同じように考えても大丈夫だというのが線形代数の偉大なところなので、つまり例えばこう3次元空間の中に平面があると、こういうものがその V の線形符号のイメージで、 V から外れたところに1個ベクトルがあると、でこれはだから失敗してるわけですが、その時にその平面に一番近い点を取ってくると、でこういうふうにするとその一番近い点が本来の正しいデータであろうと推定すると、こういうやり方です。 で次にでだから今のはその原理的にはその正しい方法なんですけど、さっき言ったようにその16桁あるのに8桁もああいうふうにパリティつけるというのはそれは賢くない方法なので、もっと賢い方法があります。で賢い方法はいろんな人がいろいろ考えているのでたくさんあるんですけど、で人の名前が考えた人の名前がついているんですけど、そのうち号令符号というものについて考える、だから号令って考えた人の数学者の名前です。でそれがでなんでいいかって、さっきのだから1箇所間違っていれば訂正できるんですけど、実際はもっとたくさん間違えるっていう可能性もあります。つまり16桁分データがあるんだけど2箇所も3箇所も間違えたりするわけですね。まあそんなに間違えるのはひどいと思うかもしれませんけど、それいろんな種類のデータを考えると、このもっと2箇所3箇所ぐらいまで違っても直せるっていう方がこう重要です。実際昔こういうのを使ってその月にデータを送るとかそういうこともやってたんで、2、3桁ぐらい間違うということはちゃんと想定しなくてはいけない種類の間違いだ、間違いです。でそういうのを修正、自動修正するための賢い方法があって、それが号令符号というものです。で、まあ、正確に言うと号令符号あるいは拡張号令符号ってちょっと違うのがあるんですけど、ここでは拡張っていう方法を使います。でそれはですね、もともとは一単位として送るものは2進数12桁のデータです。でさらに12桁の訂正用データをつけます。なんか多すぎみたいに思うかもしれませんけど、だから同じ要は2倍の長さにして送るわけですね。しかし2倍の長さにしたことによって、あ、線形符号なんですけど、3箇所まで間違いが直せます。だから12桁のうち3桁間違っても直せます。でそれが直し方はさっきのハミング距離で一番近いものを選ぶという方法で、かな自動的に一通りに決まって直せます。であと、まあ、さらにもっと違っていてもその間違ったなということは分かります。7桁までですかね、かなり間違っても修正できなくても少なくとも間違っているということは分かるというのがあるのでかなり強力です。それは24次元空間の中で12次元の線形部分空間になっています。それがつまり12桁の上に12桁つけるので全部で24次元ベクトルになって、で本来は12桁分なので12次元線形部分空間と、まあそういう状況ですけど、でこれもだから今少し言いかけた
もともと12桁なのに12桁もつけて2倍にするのはかなり無駄みたいですけど、3箇所まで自動的に直せるというのはそれはかなり偉いです。それはかなり真面目に考えないとこういうことできないんで、さっきみたいには、何でしたっけ、さっきは16桁に8桁つけたんですね。それで1個しか1桁分しか直せませんでした。3箇所直せるというのはかなり強力なんで、それはかなり頑張らないといけない。でそれをそういううまい方法をこの号令という人が考えて、実際に実用的に使われている号令符号というものがあると、そういう状況です。で号令符号がだからどういうものかっていうのは本当はまあここで書いた方がいいんでしょうけど、かなり難しくはないですが面倒くさいです。式を書くのは面倒くさいの でここに式書いてもどうせ、見ても分かりませんので書きませんが、知りたければその号令符号というのを検索すれば必ずたくさんヒットします。ウィキペディアとかにも書いてあるし、最近なんかもうこういう種類のことはもう全部検索すれば必ずどっかに書いてありますから、あんまりこの辺に式書いてもしょうがないですね。だからまあ、検索すればすぐに見つかります。で今その号令符号っていうのを考えたんですけど、なんでそれがこう偉いかっていう話をしたいんですが、24次元空間で考えたって言ったんですね。12桁に12桁つけてから24です。でその24っていうのはたまたま勝手に今選んだ数字じゃなくて、それは特別な意味があるんです。24次元でだけうまくいくっていう特別なものが号令符号なんで、その話を、これからします。でそれでもっとその抽象的な現代数学の話につなげていくんですが、24というのは特別な数字 で本当は正確に言うと拡張号令符号というのを考えたから24桁なので、もともと23なんですけど、でパリティビットをつけるんですけど、3箇所までの誤りがぴったり訂正できるのはこういうことです。これ2項係数ですけど、2の12乗というのが正しい符号の数です。でこれが1個も違ってない1ですね。これ2項係数23個から0個選ぶ1です。これ23個から1個選ぶというのが1箇所間違える場合の数で23です。これが23個の中から2箇所間違える数なので、2項係数で2個で、これが3箇所選ぶ間違える可能性で、一般的には、どっかで1箇所間違える可能性と別ので3箇所間違える可能性がこう重なったり、してしまう危険があるんですが、この号令符号の場合は重なりがないです。だからこれが、3箇所まで間違える可能性を全部足したもので、しかも必ず3箇所までの間違いでどこか一番近いところがあるので、この次の4箇所とかいうのは考えなくてよい。だから2の12乗の正しいものにこう0箇所1箇所2箇所3箇所の間違いがある場合を全部足すと2の23乗になる。でこれが23桁の全ての可能性だ だから23次元、まあ後から24次元にするんですけど、23次元が、でこういう特別なうまいことが起こるっていう理由はこの等式が成り立つからで、これは非常に特別な式ですね。例えばこの辺でこの辺の25とかにしたらこういう式成り立たないです。だから23あるいはまあ一応足して24なんですけど、その24とかいうその特別な次元でだけ成り立つ関係式があって、それのおかげで24次元でだけそういう号令符号という特別のうまい性質を持つ符号が存在します。でこの後少し説明しますけど、そういうふうに24次元でだけ成り立つ特別な現象というのが、いくつもあるんで、24というのは非常に特別な数字です。でちょっと話が脱線しますが、博士の愛した数式っていう小説がありますね。で映画にもなったので見たことある人はもういるかと思います。読んだり見たりしたことある人がいると思いますが、あれ靴の中ですね、靴のサイズが24だっていうところが出てきて、で24はいい数字だってこう博士が言って、それ4の階乗だからだって言うんですけど、それはそういうことを言っているようでは素人ですね。その4の階乗だからいいんじゃないんで、こういう24は非常に本当に特別にいい数字です。だけどそれは階乗だからじゃないんで、例えば3の階乗とか5の階乗とかは別に重要な数字ではないです。だけど24はこういう種類の式とか、あとちょっとここには書けませんが、24に対してだけ成り立つ特別な式っていうのがたくさんあって、そういうもののおかげで24が特別にいい数字なんです。だからまあそういうことをこれから説明していきたいということです。まあ、もっともあの博士は確か記憶が40分しか持たないんですかね。だからまあしょうがないかもしれませんが、分からなくても。はい、で突然ちょっと話が変わるんですが、ここでその24がなぜ特別な数字かということを説明していきたいと思います。で、旧の細密重点問題となんか全然新しい話題が変わるんですけど、どういうことかっていうと、平面にですね10円玉を重ならないようにぎっしり並べていきます。で一番、そのなんて密度が高くその詰め込みたい、そういう問題を考えます。まあちょっとまあ絵は描きませんけど、誰が考えたって明らかですね、やり方一通りしかないですね。10円玉をこうずらっと横に並べると、こうへこんでるところがありますから、そのへこんでるところにぴったりこう頭重、
収まるように次の列を作って、次の列を、ね、続けてって、でずっとまあ無限に広がったと。で誰がどう考えたって、これが一番ぎっしり詰める方法に決まってますね。だけど、まあそれが本当に、ぎっしり、一番ぎっしり詰める方法であるということを、数学的に主張するにはまあ証明が必要なんですけど、でもこれは古くから知られています。そんなに、難しい話ではないです。これがだから平面上です。で、まあだから球って言ってますけど、あの平面上の場合は球に当たるものは円なので、だから同じ半径の円をぎっしり平面に詰めると、そういう問題です。で、それはだから簡単で昔から分かってる。で、今度は3次元で考えます。で、3次元で考えると今度は本当に球ですね。で、まあ同じ半径の球です。まあ半径1の球。でこれをできるだけぎっしり詰めて並べるとどうしたらいいかというんですけど、これも答えはだいたい誰がやっても、すぐ分かるんで、どうするかというと、まあ、平面上にもみたいにここまで横に1列並べますね。で、その時ちょっとこうへこんでるところにぴったり合うようにしてこう並べていくと平面上に並べます球が。で、そうすると平面上にこう球が並んでると、そこにこう次の上の段に乗せようとするとこのなんていうかこうへこんでるところがありますね。だからぴったりへこんでるところにこう詰めていくというのが誰がどう考えたって一番、ぎっしり詰める方法だと、容易に分かります。実際に例えば、八百屋でリンゴを積むとかいうときにそういうふうに積んでるわけですね。だからこれが非常に、誰でも分かる方法です。で、あるいはあの科学なんかだとその分、なんですかね、なんとか公式とかの免震立方公式とかなんかそういうのがありますね。そういうの中のその一番、密度の高い詰め方をするものです。だからこれが誰がやってもまあ答えはこれだろうと容易に分かるんですけど、数学的にちゃんとやっぱり数学としてはですね、本当にそれが一番その密度の高い詰め方だということは証明しなきゃいけないので、それとても難しいです。で、これが本当に一番ぎっしり詰める方法だということを証明されたのは2006年です。ごく最近のことです。で、ケプラー問題と呼ばれていて、これはあのヨハネス・ケプラーです。ケプラーの三法則とかで有名な、つまり大昔の人ですけれども、つまりその大昔にケプラーが考えたんだけど、ずっとごく最近まで 何年でしょうね、400年とか、そのくらいの間、解けなかった有名な問題です。で、これがヘイルズによって解かれました。しかもヘイルズの証明っていうのはものすごくたくさんコンピューターに依存していて、あのまあ4色問題の時もコンピューター使うっていうのありましたけど、これもものすごくたくさんコンピューターに依存している証明で、だから本当に正しいのかどうか疑ってる人もいますけど、まあ、一応証明されたということになっています。で、ただしこの時にですね、問題なのはですね、その今こう普通に考えれば10円玉の時もそうだし9もそうだけど、まあ、大体その規則的に並べるのが一番いいに、まあ、大体決まってますね、常識的に言って。だけどその数学的な可能性としては、ものすごく不規則な変な並べ方をすると突然ぎっしり詰まったりするかもしれないと、理論的にはそういう可能性は否定できないですね。だからそういう場合をきちんと調べるのがとても難しいんです。で、だからどんなにめちゃくちゃな並べ方をしても、この常識的な並べ方よりはぎっしり詰めることはできないということを証明しなきゃいけないんで、それはとても難しかったんです。だけど、まあ、規則的に並べる場合に限定すればですね、問題は正しくて、3次元の場合、この常識的な並べ方が本当に一番密度が高いということは比較的簡単に証明できます。まあ、規則的にということをきちんと本当は数学的に、もちろん言う必要がありますが、まあ、それは大体常識的に、考えて、たものが本当に、そうなのでもう説明しませんけど、まあ、そうですね。この場合は、まあ、正規重点という言い方をします。で、こういうのはだからなんか、まあ、難しい感じが並んでますけど、密度が一番高くなるように詰めるというので再密重点問題と言います。で、こういうふうに規則的に並べるやつが正規重点と言います。で、今2次元3次元と来たわけですけど、数学ではその抽象的にどんな次元でも一気に考えることができますから、2、3と来たらまあ次は4次元ですね。4次元球というのはなかなか目に見えないから、4次元で球を詰めるってどういうものかってなかなか想像しにくいですけど、理論的にはいくらでも考えられるんで、4次元球をぎっしり詰めてどうすれば一番密度が高く詰められるか、5次元ではどうか、6次元ではどうか、そういう問題を考えることができます。で、こういうふうに次元が上がってくるとですね、その不規則な詰め方を許すととても難しいです。さっきも言ったように3次元の場合でも不規則な詰め方をしても、その一番常識的な考え詰め方以上に良いことはできないということを証明するのに何百年もかかったわけですから、4次元5次元とか非常に難しいです。でも、まあ、でも常識的に考えてそんな不規則な詰め方をするのはそれは愚かなんで、そんなのどうせまあ大体ダメに決まってるので、常識的にその規則的に並べるのが良いであろうということを考える。だからそこで規則的に並べる場合に限定して、でそれでもどういうふうにすれば一番よく詰められるかってことを考えます。で、4次元5次元とこう上がっていくと、その規則的だってその目にも見えないし、非常にこのいろんなケースがあるので全然簡単じゃないです。そういうことをまあ一般の N 次元空間で考えることができます。
で、これが次元が高い高次元級で、その歳密重点問題と呼ばれるもので、これも現在も盛んに、盛んかどうかあるんですが、研究されている現代数学の重要問題です。で、知られているのは8次元までは分かっているんです。こうすれば良いということが分かっていて、まあ、大体それなりに納得しやすい説明が知られています。ちゃんと証明することは難しいですけど。で、8次元まだできているので9次元は分かっていないはずです。私もプロじゃないですけど、9次元はできていないはずです。そうすると大体まあ常識的に考えて次元が高くなると難しくなるであろうと。で、まあ、下から頑張って4、5、6、7、8まで来たんだけど、まあ、9は分かりませんと。10も11も確か分かってないはずで。そうするともうそこから先はどんどん次元が高くなって難しくなってお手上げなんじゃないかと思うんですが、24ができるんですね。これがさっきも言った24が特別な問題の理由の一つで、24次元空間でだけ通用する特別な詰め込み方っていうのがあって、それが最良であることが証明されています。この時は球の中心が規則的に並ぶんで、そういうのをまあ格子っていうんですね。格子っていうのはだから、普通の日本語ではなんかこうなんか線みたいに並んでるかもしれませんが、点が規則的に配置されているものを格子と呼びます、数学用語で。で、だから24次元空間にはそういう特別な格子があって、その格子に中心が来るように球を並べると特別に、ぎっしり詰め込むことができるんです。で、これもリーチっていう人が発見した格子なのでリーチ格子と呼びます。で、だから中心がこのリーチ格子のように並ぶとき、球がぎっしり最も詰まるということが証明されています。これも非常に難しい、最近の、現代数学で研究されていることで、その24次元空間のときに、リーチ格子がいいだろうということは結構何十年か前から予想されていたんですけど、本当に証明されたのはつい最近2009年ですね。まだ2年しか経ってないですね。コーン、クマーという2人によって証明されました。だからこういうことも、現代数学で、研究されている問題の一つです。で、そのさっきも言ったように他の次元ではリーチ格子に対応ものってないんで、だから24次元空間でだけ起こるそういう特別な現象なんです。で、普通のその3次元空間の場合の常識的な詰め方っていうのがあって、その類似っていうのは4次元でも5次元でも作ることができるんですけど、そういうのよりももっとこのリーチ格子っていう特別な並べ方をするともっと高い密度で詰め込める。だからこういうその24でだけ起こる特別のことというのが起こると。さらに他にもリーチ格子の他にも24次元空間にはちょっと特別な格子がいくつもあって、こういうことも現代数学の、いろんな話題と関連して現代も研究されているテーマです。で突然なんかだから話題がその変な方向にずれたように思うんでしょうが、これがちゃんと戻ってきて最初の、誤り訂正符号の話と関係あるというのが残りの、話で。でだからリーチ格子っていうのは24次元空間の中に何か数が点が非常に規則的な特別な規則に従って並んでいると思うんです。で、号令符号っていうのは、さっきその12桁の2進数に12桁の2進数をつけて24桁にして、エラーが、3箇所までの間違いが、自動的に修正できるようにしたものです。で、それがちゃんと関係していて、特に号令符号の方から出発するとリーチ格子が作れるという話をします。どうするかというと、その正確に言うとだから拡張号令符号というものですけど、成分が0、1の24次元ベクトルの集合です。12次元のベクトル空間です。で、これはだからベクトル空間といってもその数が0と1の2種類しかないんですけど、普通の24次元空間ですね、つまり実数が24個並んだものを考えます。その中で成分が整数のものだけを考えます。そういう UX だけを考えます。これは非常に規則的に並んでいるわけですが、そのうちさらに各成分を2で割って0か1かだけに並べ、24個並べます。で、そうしてそういうふうにしてみたら拡張号令符号になってましたと。そういうのがまあいい場合、そういう場合だけを集めていく、そういう X だけを集めてきて考えます。それがだからこれですね、各成分2で割った余りを考えたときにそれが拡張号令符号としてその許されるものである、そういうような24次元ベクトル X だけを集めてきます。そうするとこれがまあ規則的に並んでるんで、こういうのが格子なんですけど、大体は基本的にはですね、こういうのでまあリーチ格子になるんですけど、ちょっと違います。まだかなり近づいてるんですけどリーチ格子じゃないです。どうするかっていうと、もうちょっとこの辺からきちんと説明できなくなりますが、半分にしてねじってまた2倍にするっていう特別な方法が知られていて、これによってぴったりリーチ格子が作れます。で、今これで今今日の話半分ぐらい来てるんですけど、大体ですね、ちょっとまあもうちょっと前ぐらいまでは、最初の2回と今日のまあもうちょっと前ぐらいまでは基本的には原理はきちんと説明してきたつもりです。まあ、証明とか飛ばしてるところはありますけど、
だからまあ 100% 分かるというのはまあちょっとあれかもしれませんが、基本的には原理は分かるようにあの説明してきたつもりですが、ここからあとはもう そういう話ではなくなってですね、あの現代数学で本当に研究されていることとどうやって、どのように関係しているかという話になってくるので、あの細かいところはもうちょっと説明できなくなって、だからこの辺のどうやって半分にするとかどうやって膨らませるかということはもうちょっと説明できないです。でもこの辺は本当はそんなに難しくないんで、このくらいは確かウィキペディアとかにもちゃんと書いてあったはずですね。だからまあこの辺はまだそれほどは難しくないんですけどまああのだんだんそういうところはもう飛ばすようになってきて、残りの半分はどんどんと、まあ、ある意味お話的なものになっていくと、まあそういう組み立てでいきます。でここからまた話が突然違う話が始まるんでね、ちゃんと最後には関係つくんですけど、とりあえず全然違う話に移ります。で有限群と呼ばれているもので、ここでは有限集合感が 1,2,n ですね、どこかまで n と。で集合の値観と、数字を入れ替えるものを値観と言います。例えばまあ1が2に行って、2が3に行って、で最後 n-1 が n に行って、n は1に戻ると。こういうものを考えます。あの全部入れ替えるんで、だからダブったりしないで、その入れあの全体を全体に入れ替えると、そういうものを考えるんですけど、そういうものを値観と呼びます。で値観はあの続けて実行、つまり、数字がこう並んでると、それを別の値観にで別のものに入れて、もう一回別の値観を施すと、またやっぱり数字が並び変わりますから、値観を続けて実行することができる、それも新しい値観になります。でそのものを値観の積と、言います。普通のだから数の積ですね、2×3 とかいうのと、なんか違う、全然似てないと思うかもしれませんが、いろいろ似た性質、似た種類のものなので、積という言葉を使います。で例えばこれで n が3だとすると、1、2、3っていうのを3に1に並べ替える、こういう種類のことを考えてます。でこれはもう分かりやすく書くために、1、2、3を下にそのまま3に1と書きます。1が3に移って、2が2に移って、3が1に移る、こういうものです。ダブっちゃいけないんで、だからここに下2、2、1とかそういうのはダメです。あのだから1、2、3全体がどっか別の全体としてこう入れ替わると、こういうものを考えてます。で例えば別のものとしてまた 1,2,3 が 1,3,2 に変わるっていうのをこう書きます。 1,2,3 が 1,3,2 に移りました。こういうものを考えます。でそうするとこの積っていうのは、最初の A と置いて後の方を B と書きました。で、まあ、積の順番はまああんまりただの規則の問題なんですけど、右の方から先にすることにすると、これと積ってのはどうすることっていうと、最初1だったものが3に移ります。で次にこっちあるんで3が2に移ります。だからそれを一つに書くと1が2に移った。次2が動かないで2のままで、2が今度は3に移るので2は3に移りました。で3は最初1に移って、で1は1のままだから3が1に移った。だからこうです。だからこの2つの置換入れ替えですね、2つの2組の数字の入れ替えを続けてやったものがこれだと、これが置換の積と呼ばれるものです。でまあ、番号 N は1つ、まあ、今3とか5とか137とか1個勝手に決めます。でこういうふうに上のような置換がいくつか集まった集合を考える。で次の性質を満たすものを考えます。で、まずですね、置換の中に実は一切動かさないというものもまあ許します。だからさっきみたいな123の下に123とそのまま書いてあると、これは何にも入れ替えじゃないわけですけど、まあ、こういうものも許します。でこういうのもまあ入っているということを考えます。それから、逆置換というのがあって、例えばこう1が3に移ったら逆は3が1になるというふうに必ずその逆の入れ替えというものが考えることができます。だから、ある置換が入っていたらその逆の、入れ替え方を全部一斉に逆にした逆置換と言いますけど、こういうものも入っていると。それからさっき定義した積ですね、置換2つの積が置換が G に入っていれば、積、その続けて置換を行ったものも G に入る、このような3つの性質を満たしているような置換の集合を G を考えます。こういうのが群と呼ばれるもので、有限集合で考えているので、今有限群と言います。まあ、正確には普通の群論の教科書に書いてある有限群の定義、ちょっと違いますけど、実質的に同じものです。こういうものを考えるというのが、今、突然始まった新しい話。で、これがしばらくちょっとこの話をするんですけど、でこういうのを何で考えるかっていうと、まあ、その理由はたくさんあるんですけど、例えば元々はそのガロア理論というやつですね、その方程式が解の公式があるかとかそういうところから始まったのが大元の一つですけど、でその対称性って呼ばれるものと考えていて、例えばまあ普通に立方体を1個考えますね。で立方体は中心が上がって、で立方体をこう中心の周りに回転すると、そういう操作を考える。回転の仕方は無限にあるわけですけど、普通に回転すると回転した後っていうのはその重なってないですね、ずれちゃうわけです。だけどたまたまぴったり重なることがありますね。それは例えば
その適当な向きにその4分の1回転すれば、元とはずれてますけど、全体としてはぴったり重なりますね。だからそういうたまたまぴったり重なるようなものがあると。で、こういうのは特別な回転だけを集めてくると、そういうのがまた群なんですね。それは2つの回転を続けて行うということが積、これが回転操作の積だということになって有限群と思うことができます。で、さっきのは有限集合上の置換だったので、これは立方体だからなんか違うじゃないかと思うかもしれませんが、実質的に同じものです。だからこういうので、大体群っていうのは1つこういう種類のことを考えて、だから、その立方体っていうのはそれなりあの、えー、例えば上から見ても横から見ても同じだとか、そういう種類の対称性があるわけで。だからそういう、大体対称性を、表すっていうのが、まあ、群の一つの、見方です。だからこういうもので、例えばその結晶の、対称性の群とかの実際にその、物理とか化学とかでもいろいろ考えたりする、もので、実用的にも重要なものですね。で、その数学の立場から言うと、なんか立方体みたいなものを考えるっていうのが何か数学的な、対象が1個あると。で、その時に対称性を表す群というのを考えることができて、まあ、大体こういう種類のものです。で、まあ、一般にはその有限になるとは全然限らないんですけど、対称性が高い、例えば円だったら回転する、仕方がそのいくらでも、360度までの回転どこまででもできますから、無限の対称性があることもありますけど、まあ、ここでは有限の場合も考えている。で、こういうのが、まあ、対称性の研究というのは現代数学においても、非常に重要な、研究テーマ、になっています。で、ここでその有限単純群というものが、また始まるんですけど、例えば n イコール6と、だから1、2、3、4、5、6と、そういう6つの 数字があるときにですね、その6つの数字の置換を考えるんですけど、で、その置換全部を考えるんじゃなくて、さっきした G っていうのは置換の集合で適当なその、積で閉じてるとかそういうものを考えたんで、置換全体の一部だけを考えてるんです。そういう状況で考えるとですね、例えば本当6つあるんだけど、1、2と、これも一塊のブロックとして、例えば2と1と入れ替えたりし、反対にしたりしないと、3、4も一塊、5、6も一塊と、こういうふうにすることができますね。例えば、なんか一塊置換するときに、1、2のブロックと3、4のブロックを入れ替えると、そういうものだけを考えると、だから3、4の逆順にしたり、4、3にしたりはしないと、そういうことを考えることができます。で、そうすると、その時の掛け算の規則ってよく考えてみると、そうするとなんか数が6つあるように見えますけど、もう1、2の塊っていうのはその1つの塊で動かないんだから、ここにそれ1、2、3と3つしか数がないのと、状況としては実質的に同じです。だから、こういう状況では数が6つあって置換されているように見えますけど、こういう特別なタイプの置換だけを考えると、それは n が3なのと実質的に同じです。で、まあ、その実質的に同じっていうのもちゃんと数学的に定義できますけど、まあ、大体同じことです。で、こういうものはもう、だから n が6だったり3だったりするって違うものに見えるけど、まあ、そういうのは同じだと思うと、これが有限群の、まあ、同一種の仕方で、こういうふうに同じものだと思うということをやります。で、だからそれは掛け算の規則だけが重要なんで、つまり、どういう数がどういうふうに置換されてるかってことは今問題じゃなくてですね、掛け算の規則だけが同じであれば、そういうものは同じだと思うと、そういうのが、まあ、群の見方です。で、これが有限群で、次に単純群というのを考えるんですけど、例えば n が7としましょう。で、今度7を2つのブロックに分けてですね、1、2、3、4と5、6、7に分けて、それぞれの中だけで入れ替えると。だから、例えばこの中で置換するときに、例えば3と2とかそういうものを入れ替えても良いんだけど、例えば3と7を入れ替えるとか、そういうのは禁止すると。1、2、3、4の中だけで、置換を行い、また5、6、7の中だけで置換をすると、行うと。そういうもののことだけ、すると、ちゃんとそれで群になります。だから、1、2、3、4の中の4つは自由に置換できて、5、6、7の方は自由に置換できると。そうして、それぞれのブロックを超えた置換は許さないと。そういうことだけを、ものを全体考えると、ちゃんと群の性質を満たしているので、有限群になっているんですけど、しかし、こういうものっていうのは、なんというか、その基本的なもんじゃないですね。つまり7個あるように見えるけど、実はそれは4個と3個に分解できているんで、その4個の場合を考えて、3個の場合を考えて、それをまあ何らかの意味で合わせればいいんで、だからこういうものは基本的な対象じゃないんですね、数学で考えるときに。で、数学っていうのはできるだけ基本的な、より基本的な単位に分解するということが基本なんで、例えば数を考えるときに素数が重要だっていうのも、まあ、そういう種類のことで、
できるだけその基本的な単位、一番基本的なものを調べるというのが数学で重要な考え方です。だからこうそういう立場から言うと、こういうようなブロックに分かれているようなものというのはその基本的な対象じゃないんですね。だからこういうものはあんまり、なんていうか重要度が低いわけです。まあ、考えるのはもちろんいいんですけど、重要度が低いと。そこでもっとその重要なものだけ考えましょうというのがこの題名である有限単純群で、ただしそういう時にこれはまあかなり単純ってちょっと数学用語なので簡単な分種類の分解でしたけど、もっとまあ複雑な分解も考えることができるので、これはちょっともう説明はしませんけど、もうちょっとその ここまで分かりやすくはないような種類の分解というのもちゃんとあるんですけど、そういうのも考えてもなお分解不可能な有限群というのを考えることができます。これがその有限群のいわば最小単位にあたるわけで、さっきも言っただから数で言えば素数にあたるような最小単位のものなので、それが基本的な数学の研究対象です。それは有限群であって、それも分解不可能なものをちゃんと数学用語で単純という名前がついています。シンプルですね。だから分解不可能な有限群というのがちゃんと数学的な定義があって、それを有限単純群と言います。だから有限単純群を全部考えましょうっていうのが、さっき何度も言っているように素数を調べましょうっていうのと同じ種類のことで、数学の基本的な考え方になっています。でじゃあどうするかっていうと、だから有限単純群を全部その分類したいと、列挙したいと、これが基本的な問題です。100年以上研究されてきています。で、だからさっき何度も言うように素数みたいなものなんですけど、まあ、でも素数の場合は全部列挙するってちょっとどういう意味か、なんとも無限にあるわけですから、素数全部並べた表を作るとかいうのはなんかちょっとそれは種類が違いますね。ところが有限単純群の場合はですね、無限個あるんですけど、ちゃんと全部並べた表を作ることができます。これがその偉大な、長年の多くの人の研究の成果で、その話を説明したいんですが、こうです。で、ここでちょっと最初の時に出てきた有限体っていう、つまりなんか P 素数 P で割った余りみたいなのを考えたものが大体有限体ですけど、そういうものの要素を成分とする行列を考えることができて、そうすると実は有限単純群ができます。で今さっきは置換とかいう話をしてたんで、行列となんでそういうのが関係あるのかっていうのはまたちょっと違う話なんですけど、でもまあこう行列を使って頑張るといろいろ有限単純群の系列が16個作れるということが分かっています。もうこの辺の話はもう詳しくありませんが、でさらにまあもっと簡単なものが2系列あるので、これで18系列。系列って言ってるのはその無限個あるんですけど、同じ種類のものです。だから同じ種類のもの、行列のサイズが違うとか、そういうので、その同じ種類のものなんだけど、だからなんていうか16グループ、16種類で、まあ、こっち18ですか、こっちも、種類あるわけ。こういうことが、まあ、これはかなり前から、まあ、かなり言っても、まあ、20世紀ですけど、分かってます。でだからその分類定理というときにその全部列挙したいという話なんで、ここにまあこう18系列ありましたというので、これで全部だったらめでたいんですが、これ以外にもあるということが分かっていて、でそれ以外のものも全部しらみつぶしに調べ尽くすということを多くの人が頑張って研究しました。でそれは今完成していて、でだからこの系列以外にどういうのがあるかっていうので、これらはまあ割と分かりやすいもので、普通の数学の立場から言って、その行列とかで書ける比較的理解しやすい種類のものです。でそういうのの他になんか例外的なですね、こういう何かきれいな式で書けないような変なやつがあるということが分かっていて、それはかなり昔そういうのがあるということは結構昔から分かってたんですけど、そういうものが実は26個あって、それで全部であるということが20世紀の終わり頃になってきちんと確認されました。だからこっち の, その、まあ、行列とかで書けるたちのいいやつはまあそれはいいんですけど、そういうのじゃない何か変な他の数学ではなかなか理解できないような特別な変なやつが26個あって、で他にはないということが証明されています。だからこれは現代数学の偉大な成果の一つであるわけですが、でこの証明はもうものすごくたくさん長くて、だいたいいろんな学術雑誌とか本とかにあって、だいたい1万ページ以上あると言われています。で多分全部読んだ人はいないんじゃないかと思うんですが、だから、まあ、できたことになってるんだけど、本当に、全部分かってる人がいるのかどうか私も知りませんが、しかもですね、これ何度も不完全な点が見つかって訂正されてるんですね。だからこのその
今まで他の定理はなんか2000何年にできたとか書いてたんですけど、ここわざと20世紀末ってぼかして書いたのはそもそもいつできたのかあんまりはっきりしないんで、というのは最初にできたって宣言されたのは多分30年ぐらい前だと思うんですけど、その後何度もちょっと違ってましたっていうのがあって、そのちょっと違ってたけど頑張って直したので結論は影響ありませんという種類のことが何度もあって、しかもですね、そのちょっと間違ってた修正っていうのが500ページぐらいあったりするので、その本当にちょっとなのかどうかなかなか誰にもよくわからないんですが、まあ、とにかく、はい、できたということになっていて、まあ、大体この26個で全部だという結論はまあ揺るがないと信じられています。これが、まあ、これもだから20世紀数学の偉大な成果の一つですね。でさらにその中になんかどんどんなんか符号とかと関係ない、ないみたいですが、ちゃんと最後に関係つけるんです、するんですけど、その26個の中にですね、だからそういうのはその、無限系列に入ってないので例外型とか散在型とか言うんですけど、で26個だからあるんですけど、で全部その有限群なので、まあ、置換に当たるもので書けるわけですけど、その置換の数がいくつあるかという数を数えることができます。だからそれが群の有限群のサイズなんですけど、でサイズが、だから26通りあるんですけど、そのサイズを見ると、まあ、一番でかいやつというのがあります。で一番でかいやつが特別に名前がついていて、モンスターというのはまあ怪物ということですけど、つまりバカでかい、その非常に、例外的な、その、なんていうかその特別な強敵ということで、まあ、モンスターというだからこれ固有名詞です。数学用語としての固有名詞ですが、モンスターという名前がついています。でそれは1980年にグライスがちゃんと、本当にそういうものがあるということを証明しました。でそのだからサイズが、どのくらいかっていうことが、まあ、問題なんですけど、まあ、有限の数なんで数がはっきり書けるんですが、だいたい 8×10 の53、53乗ってすごい数ですね。そのなんか長とか径とかでは全然届かない、いくつか知りませんが、まあ、無量対数とかまでよりは小さいですね。で、まあ、そういう素因数で、その素因数分解で書くとこういうんだということも知られています。だから 2の46乗、3の20乗でずっとこうやって、これだから素数がここまで、でここに出てくる素数が何かまた特別な意味があるというようなこともいろいろ言われているんですが、まあ、なんかまだよく分かってないことも多いです。とにかくまあこういうバカでかい数、これが正確な数ですね。でこれが大体 8×10 の53乗と、こういうことがまあ知られています。でそのグライスがどうやって作ったかというと、一応その有限群ではここではその置換として一応説明したんですけど、これを置換でだから書けるんですけど、これを置換で作るのはとても困難で、まあ、ちょっとできないですね。だけどこういうなんかとてつもなく大きなサイズの行列、196,883次元の行列というのが使って作るということができて、グライスのこれとはちょっと違うんですけど、まあ、でもこういう特別な次元の高い行列があって、それを使ってモンスターを実際に作ることができます。でこれがその現代数学における最も例外的な数学的対象物の一つ、つまり数学的対象というのはいろいろ図形とか数とか、そういうものを、まあ、皆さん知っていると思います。関数とかそういうのは今まで知っていると思いますが、こういう有限群とかいうのも、数学的対象の一つで、その中にはだから普通にの常識的に理解できるような、なんていうか割と素直な形のものもたくさんあって、そういう素直なものを研究するっていうのも非常に重要な、テーマであるわけですが、これは全然そう素直じゃなくて、なんかとても変なものですね。とても特別なものです。でそういう特別なものが例外的にあって、そういうものを調べるっていうのも、まあ、現代数学の、重要なテーマになっていて、そういうものの最も例外的な、最も特別な、ある意味最も不思議な、存在の一つです。でその特別なものっていうのは、まあ、簡単、皆さんが分かりやすいような簡単な例で言うと、例えば正多面体ですね。普通に知ってる正多面体って5種類しかないですね。立方体は正6面体ですが、他にも12面体とか20面体とかありますが、その5つしかないわけです。だから正多面体っていうのはかなり特別な、例外的な構造で、ね、いろいろ面白い性質を持っていて、現代数学のいろんな分野にもちゃんと関係して、なかなか深遠な性質を持ったものです。だからそういう特別な構造を調べるっていうのが数学において割と重要なテーマの一つで、だからある意味でその正多面体みたいなもののもっとすごいやつですね、まあ、もっと極端にすごいやつですけど、そういうものがモンスターと呼ばれる特別の群であると。でこういうなんかすごい次元の行列で書けると、まあそういうことが分かっている。で一方でまた全然話が飛ぶんですが、 J 関数というものがあって、まあ、これも名前は別にどうでもいいんですけど、19世紀から研究されている重要な関数というものがあって、
これは複素数の関数ですね。虚部が正であるような複素数タウを使って、で E の 2πi タウ乗と置きます。ここに虚部がタウ、虚部が正なので、ここに i がかかっているから、これで絶対値が1未満になります。これ q というのが絶対値が1未満の複素数ですね。無限級数でこうあって、で無限級数でちゃんと係数の規則はあるんですけども、最初のとてももうこの辺で十分桁が大きいので、もうここまでしか書けませんでしたけど、無限級数で古くから研究されています。で tau という複素数の関数なので j tau と書いてますが、で q はまあマイナス1乗から始まって、でこうなんか変な係数があって、またすごい係数があって、でまたぐしゃぐしゃなんかで、どん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 大きくなる係数がずっとある無限級数です。こういうものが、これがたちの良い、性質を持つ無限級数として、これは古くから純粋数学のいろんな分野で研究されている有名な関数です。で、ここの係数にですね、ここにこのさっきと似た係数が出てくるんで、196884ですね。これがさっきとなんか似た数字だっていうのが気づいたということが重要な出発点だったんで、さっきの数字ちょっと一つ前のページへ今戻ってもいいですけど、実はさっきの数字ちょっと違う、さっき3だったんです、ここ。196883次元だったんです。一つ違いますね。だけどまあとてもよく似たから。でこのくらいの、大きな数字がまあよく似てるっていうのは何か理由があるんじゃないかということをまあ考えたわけです。でそれをマッカイという人で、で1970年代にその今ここに出てきたこの係数と、さっきの出てきたその行列のサイズ、これがとても近いということに気がついたと。でここで何かあるんじゃないかということをまあ言い出したんですけど、まあ多くの人は何というか、まあ、ある意味バカにしたというか、何言ってるんだみたいなことを言ったわけですね。つまり、ただ数が近いっていうだけではないか、しかも同じですらないと、ちょっと違いますよね。だからそういうのでなんかこんなの、意味がないんじゃないかと、ほとんどの人が、まあ、無意味な偶然だと思ったらしいですが、まあ、私の当時のことはよく直接経験したわけではないですが、まあ、無意味なことだと思ったんですが、実はそうではなく、ちゃんと非常に深遠な現代数学と関係しているということが分かった。でそれが、さっきの号令符号とかそういうこととちゃんと関係してくるということを残りの、時間で説明するわけですがで、はい、でムーンシャイン予想です。でコンウェイ・ノートンという2人の数学者が、そのさっきの数が似てるということをちゃんと真面目に検討して、いろんな古くから伝わる19世紀から伝わる無限級数を調べた結果、ムーンシャイン予想という名前がついている次のアイデアに到達しました。で彼らの予想というのはまあちゃんとはもう書けないですけど、そのなんかまだこれ1970年代ですけど、その当時では知られていなかった無限次元の数学的な対象が何かあるんだと。でなんか数学的対象に対してその対象性を表す群というものが考えられるんですけど、それがモンスターであると、こういうような特別なものがあるんだと、いうことを、まあ予想したと、まあ、推測したわけですね。でさらに、モンスターって群なので、その置換がみたいなもんだと思うので、各要素を取ってくるとそのなんか特別な置換みたいになってるんですけど、その置換ごとに1個を取ると、ここにあるそのまあ謎の数学的対象があって、それを通じてある無限級数がちゃんと定まる。これはまあちゃんと書けるんですけど、それが実は19世紀来研究されているようなある特別なタイプの無限級数であるということを、たくさんの、数値計算などをすることによって、こういうことをコンウェイ・ノートンの2人が考えました。でこれをちゃんとやろうと言ってるんですけど、しかしこれだけじゃその数学の問題としてほとんど意味をなしてないですね。だって未知の数学的対象というのは何だか全然何にも言ってないのと同じですね。だからまあこれだけではちょっとあまりに漠然としてるんですけど、まあ、これをもっときちんと考えて、ちゃんと数学的な研究の対象に、研究テーマとしようということが行われて、しかも実際に成功したわけです。それが残りの話ですが、でちょっと言葉ですけど、ムーンシャインって今までいろんなの号令とかリーチとか出てきます。あれ人の名前ですね。これ人の名前じゃないです。でなんかその、月の輝きみたいな、なんかロマンチックな名前みたいですね。全然そういう意味じゃないです。英和辞典引けば分かりますけど、たわごととか言って意味です。というか、さっき大きな英和辞典を引いてきましたけど、もう一つ、密造詞っていう意味があります。なんでこんな意味なのか全く理解できませんが、さっき、私が言いたいと、ランダムハウス英和大辞典で見ると、1番目に密造詞が出てましたね。で、2番目に月の輝きというのは一応出てました。で、3番目がたわごとという意味でした。なんでそういう順番なのかよく知りませんが、まあ、とにかくそういう意味です。で、なんでこんなふざけた名前が数学についてるかっていうと、
当時その有限単純群というのは数学の歴史の中では比較的新しいもので、特にモンスターというのはかなり新しい種類の非常に特別な構造であると信じられていました。一方 J 関数というのはもっと由緒正しい19世紀から伝わるその数学の正しい、なんていうか正当的な対象であって、でそういうものは全然数学の中ではかけ離れたものだとみんな思っていて、だからそんなものが関係しているというのがその常識から外れた戯言だったんですね。だからそういう意味でそのそういう戯言っていうような意味の俗語をわざとつけてムーンシャイン予想という名前をつけました。でさらに、密造種という意味も絡んでるんだというふうにも話もあって、それはですねこれを考えた時にはモンスターっていうのはちゃんとその大体みんなあるとあのうまく数学的対象として、あると信じられていたんですけど、ちゃんと証明されてなかったんですね。だからそのちゃんと証明されてないことをなんというかインチキに、だから数学だから本当は証明されてないことは使っちゃいけないのに、その証明されてないことを使っているのがインチキであると、それがなんか密造種というのをかけてあるんだというような話もありますけど、本当のところは私もよく知りませんが、まあ、そういうのでムーンシャイン予想という名前が付けられました。でだから、これはその予想というのはつまり、こんな風になっているんじゃないかなという推測だったわけですが、それは現在ではきちんと証明されています。でそのまずそもそもだからさっきも言った未知の数学的対象というのが何かということを、考えなければ全然その数学として意味がないわけですが、でそれについてはちゃんとまず、その第一歩としてきちんと数学的なものが考え出されていて、だからフレンケル、レポースキー、マーマンという3人が、これをきちんと数学的な、研究対象として確立、することに成功しました。それが1980年代 で超天才を育てるという名前がついています。まあ、名前はどうでもいいんですけど、でこれはあの物理の方から来た、名前ですね。でまあ、とにかくまあ名前でどうでもいいんですけど、とにかくちゃんとした数学的な定義があるものとして、作られました。でこれはだから非常にまあこれでちゃんとした数学の話になったの でこれによってその証明すべきことっていうのがまあはっきりしたわけで、大きな前進だったんですけど、でもそれでも残りの部分ですね、ムーンシャイン予想の残りの部分で、つまり多種の良い無限偶数が出るという種類のことで、それがまあ非常に難しいものであったわけです。それについてボーチャーズという人が1992年にこの観点解決に成功し、その無限級数出てくる無限級数が全部その立ちの良いものだということをきちんと証明しました。これが1998年のフィールズ賞を取った業績です。まあ、数学科のノーベル賞はないのでフィールズ賞が一番有名な格の高いとされている賞ですが、この業績によってフィールズ賞を受賞しました。だからこういうことがその現在研究で、この小室さんの研究も現在ずっと続けられているので、だからこういうことが現代数学の重要なテーマであるんですが、でこれがなんでさっきの今だから全然話がなんかとんでもなくずれたみたいに見えますが、ここでちゃんと戻ってくるんで、ここでリーチ公式、さらには号令符号というものと関係しているという話を残りの時間でします。で超天才数学というのが、まあ、それはどういうものかもうちょっと詳しく説明できないんですけど、まあ、それは理論物理で考えられていたものを、まあ数学的にきちんと考えたものといって、まあ、大体、間違いないもので、そういう抽象的枠組みで考え出されたもので、一般にですね N 次元空間にその格子、つまり何らかの意味でその規則的に点が並んでいるときにそれを使って超天才数学を作るという方法が知られています。これももう全然もうちょっとやそっとでは説明できないような、ちゃんと説明するとすぐもう 何十ページもかかるようなものなので説明できませんが、まあ、こういうことが知られています。でこういうのがだから理論物理 の超弦理論、スーパーストリング理論と関係しているんですけど、でしかしでこうやるとですね、そのリーチ公式だから一般に公式から超天才素材を作る方法が知られています。で特にリーチ公式、24次元の例外的なリーチ公式から出発すると特別な超天才素材が作れます。で大体これがムーンシャイン予想に出てくるものなんですけど、かなりよく似たものまでいくんですけど、ちょっと違います。でモンスターとぴったり対応できないです。でそこでどうするかっていうと、そこでまたさっきの号令符号の時からと非常によく似たことが起きてるんで、号令符号からリーチ公式を作るときもですね、そのある意味で簡単な作り方、つまりその0、1、桁の2で割った余りだけを見るという簡単な作り方があったんですけど、簡単な作り方では号令符号からリーチ公式は作れなかったんですね。半分にしてねじって膨らませるという、その全然説明になってないかもしれませんが、まあ、そういう新しいテクニック、そのワンステップ特別なテクニックがあって、それを使うと、その号令符号というその誤り訂正符号から24次元のリーチ公式を作ることが実はできた。でここでもその非常によく似たことがあって、まあ、もちろん同じじゃないんですけど、とてもよく似たことがあって、今度は
さっきは号令符号からリーチ公子、今度はリーチ公子から特別な頂点作用素材数、まあ、ムーンシャイン頂点作用素材数っていうんですけども、そういうものを作ろうとしているんですけど、そこもまずよく似た方法があって、まずその標準的な割と簡単な、まあ、簡単といってもここまでいくと難しい、かなり難しいんですけど、まあ、相対的には簡単な方法があって、リーチ公子からある種の頂点作用素材数を作ることができます。でその後もう一回さっきと同じでその半分にしてねじって膨らませるという、ステップがあって、それを使うとちゃんと、本当に欲しいものができて、そこでモンスターと関係することができます。だからこうやってその号令符号からリーチ公子に行き、リーチ公子から頂点作用素材数に行く、この2ステップ、経営することによって非常に特別な、例外的な有限単純群であるモンスターと関係して、その未知の数学的対象と呼ばれていたもの、頂点作用素材数が作れるということが、分かりました。で残りの時間でもうそれが、他の数学や理論物理とどういうふうに関係あるかというのはもうこれは完全にお話なんですけど、そういう話をして終わるんですけど、量子場の理論というものが、まただから突然話が飛んだみたいですが、これはあの理論物理の方でいろいろ現在研究されている話題なので、その背景を説明します。で量子場って何かっていうと、まあ、難しい話はもう大体できない、大体私自身よく知らないんですけど、別にあと一応私は数理物理とか言って物理と関係したようなことを研究していることになってますけど、もともと出身も数学科だしずっと数学科にいたので、別に特に物理に詳しいわけではないので、だからこの辺はまあ適当にお話ししているのとあんまり変わりないんですけど、まあ、まずまあ量子場というものがあります。で場って何かっていうと、まあ、電磁場とかそれは皆さん、ね、いろいろ習いますね。で でそういうものはその数学的にものすごく単純に考えると、時空の各点で、何か例えば電磁場だったらベクトルがあるわけですね。でベクトルって言ってもそれは数が、例えば3次元ベクトルとかのただ数が並んでるだけですから、それはバラバラに考えればいいので、だから時空の各点で数が対応していると、そういうものです。だからそれは関数ですね。だから時空の上の関数です。だから場っていうのは基本的にはまず時空の上の関数であって、であとまあいろいろなんかその物理の方から期待される性質があるんですけど、まあそういうものです。でそういうことはもう全部忘れて、もうものすごく単純に考えると、とにかく時空の上の関数だと。これが、場というものの数学的な一番素朴な性質です。で次に、量子って言ってるんだから量子力学にお考えなきゃいけないんですけど、で量子力学 その教えの一番基本的なものっていうのは、物理量っていうのはもう数じゃないと。数の代わりに、作用素あるいは演算子、あるいはそれは無限次元空間に働く行列なんですけど、そういうものを考えなきゃいけないんだというのが一番基本的な考え方です。で、作用素括弧演算子って書いたのは、これはもともと英語ではオペレーターという一つの単語なんですけど、なぜか数学では作用素と訳し、物理では演算子と訳すというふうに、もう分かれてしまって今更統一できないので言葉が2つあるんですけど、もともと同じ英語の一つの単語です。オペレーターって例えば普通に電話のオペレーターとかいうのと同じ単語ですけど、日本語の数学用語としていや物理用語としてはこうです。それで言うと中国語ではただ算子って言いますね。この円はなしの算子っていう2つが中国語のものです。それもまた日本語と違うんですが、漢字なのに、まあ、とにかくだから何通りも訳されていますが、元はただのオペレーターという言葉です。でそれはだから無限次元空間に働く行列です、基本的には。だから今までその線形代数が重要だということを盛んに強調してきましたけど、普通に考える線形代数っていうのはその縦横その有限個数が並んでいるわけです。だけど無限次元空間に働く場合っていうのは縦横に無限個数が並んだ行列を考えます。でそういうものを考えなきゃいけないということがいろいろ数学でも物理でも20世紀の前半ぐらいから考えられてきたんで、だからそれが無限次元空間に働く行列のことをその作用素とか演算子とか言うというものです。でこういうものが、だから何か物理量を表すんだとか、その位置とかそのエネルギーとかいうのも数じゃなくてこういうもので表されるんだというのが、量子力学の一番基本的な原理です。そうするとだから量子場っていうのはその場を量子力学の設定で考えると、そういうことなので、そうするともともとはそのこれですね、時空の上で数に値を取る関数だったわけです。ところがここで言ってるのは数はもうやめなさいと、数じゃなくて行列あるいはまあ作用素を考えなきゃいけないんだということを言ったので、だからどうするかというと時空の上で
作用素に値を持つような関数ですね、まあ、だから写像ですけど、そういうものを考えなさいというのが大体量子場の理論。だから時空の上で作用素に値を取る関数を考える。これが大体量子場の一番素朴な考え方です。で、さらに本当はここでもっと超関数と呼ばれるそのディラックのデルタ関数とかそういうのがあって、そういう種類のものを考えなきゃいけないんですけど、まあ、そういうこともどうでもよいですね。で、こういうことをきちんと考えるものが場の量子論と呼ばれる物理の理論です。で、これはあの物理の理論であって非常に大きな成功を収めていて、いろんなその実験、ちゃんと実験データと合うような非常に精密な予言とかできてるんですけど、しかし完全だからそういう意味ではあのかなり成功しているとは言えるんですけど、でも理論的な立場から言うといろいろ怪しいところがたくさんあって、の完全に、そのよく分かったとは到底言えない。で、特に数学者の立場から言うと全く、根本的におかしいところがたくさんあって、その、許し難い、インチキに満ちています。つまりいろいろその厳密な数学の立場から言うと、そのこういう論法はそのインチキの証明だからやっちゃいけませんというようなことがたくさんあるわけですね。だからそういうのがもう あらゆるところに堂々と出てきていて、もう、全く許し難い、ものに満ちています。だから、数学の立場から言うとその非常にけしからんものなんですが、だけどまあいろいろ実際に役に立っているので、だからこういうことをその数学の立場からきちんと、研究して、その何かその役に立つ数学的に完全な理論を作りたいということが、こういう理論物理と関係した数学の、理論の大目標であるわけですが、それは非常に困難なことで、多分私の生きている間にはできないと思いますが、皆さんの生きている間にも危ないかもしれませんが、とにかくそういう非常に長期的な100年200年の単位がかかるであろうと思われるような、大目標です。でもまあいつかはやらなくてはいけないことですが、まあ、そういうことが場の量子論およびその数学的構造です。で、そのいろんな超弦理論、スーパーストリング理論というのがあって、だから、ストリングというのが英語で、弦とか紐とか訳してんで、スーパーというのがついているのが超弦理論です。これはまあいろんなところで出てくるので、名前は聞いたことがある人が多いと思いますが、そういうことと関係していて、でさらに強系場理論というものがあるんですけど、その時空とか、まあ、これも別に私、全然物理学者じゃないので、適当にお話ししているだけですけど、まあ時空とか物質の最小単位として、まあ、普通に点を考えるというのが今まで。その最初のうちの、はそういう点というのが最小単位だと思ってるんですけど、点じゃなくて一次元の紐ですね、弦を考えてこうなんか輪になってたり、あるいはこう切れてたりするんですけど、そういうものを考えて、そういうものが物質の、なんていうか最小単位を表す姿だと思って、いろんなその素粒子の分類とか、つまり何とか粒子の質量がどうしたとか、そういうものを考えるというのは弦理論です。で、盛んに、最近何十年か、30年か40年か、研究されていて、で、まあ、やってる研究している人はたくさんいますね。でも、まあ、そんなのはインチキだという人もたくさんいて、たくさんかどうか知りませんが、だから、これが本当にその我々の時空や物質を、記述している理論かどうかということに関してはいろんな意見があってよくわからないです。で、その物理の理論としては当然その実験と一致しなければ意味がないので、だからそういう意味でこれが本当に物理の正しい理論なのかどうかは誰にも今のところわからないんですが、数学的に大変面白いということはそれは間違いないです。こういう物理的なアイデアに基づいてさまざまな数学的発見というものが現在もたくさん行われていて、そういうものに新しい数学的発見とか、それに基づいた理論の発展とか証明とかが盛んに研究されていて、それは現代数学の大きな流れの一つです。だからとりあえずその数学的に重要なものであることはそれはもう間違いないです。実際です、ね、物理学者のウィッテンというのが一番こういうので有名な人ですが、この人はもともと物理学者というか、今でも物理学者であるにもかかわらず、こういう種類の業績によって数学の賞であるフィールド賞を90年に、受賞しています。でこういうのをやろうとするとですね、だから紐がなんて時間に沿って進んでいくんですね。そうすると紐が1次元分があって、で時間がさらに1次元分があるので、それでその合わせて2次元分ですね、空間1次元、時間1次元のその2次元分のマルチの時空なんですけど、そういうところでさらに相対論の効果を考えた場の量子論っていうのを考える必要があります。でこの2次元の世界で考えるときに、そのある種の共形対称性って呼ばれる対称性があって、これももう名前で言うだけですけど、そういうのがあって、でそういうものを持った理論を調べましょうというのがあって、そういう時は共形対称性を持った消えちゃってました場の量子論なので、その縮めて共形場理論と言います。コンフォーマルフィールドセオリーですね。でなんか全然そのだから今までのまた違う物理の話を始めたみたいですが、そのさっき出てきたモンスターに関係して出てきた超天才素材数っていうのは、この共形場理論というそのもともと物理のアイデアを
数学的にきちんとした形で書こうという努力の中から発生したもので、だからこういう、我々の時空がどうなっているかとか、物質の究極とかビッグバンがどうして起きたかとか、そういうことをやろうと研究しようとして思って出てきた中の数学的道具の一つが、なぜかこういうモンスターに関係しているという、非常に不思議なことが起きていると。だからそのモンスター自体はその例外的な、その数学的、その数学者が完全に抽象的に考えた非常に例外的な構造で、本来その我々の時空とか物質とかビッグバンとか関係している理由は全くないですね。だけどところがちゃんとこういうことを経由して何かつながっているというのが非常に不思議な、あるいは深遠なことであるわけです。で、最後私のがなんでこういう話をしているかというところに続けて終わりますけど、で、私が研究しているのはだから最初、ネットワーク符号化とか公開鍵暗号とか知ってましたけど、全然別にああいうことを研究しているわけでは全くなくて、だけど今日の話は本当に私が研究していることに近くて、その共形バー理論というのに中に数学的なだから問題がたくさん発生して、だからまあ物理的なことは全部その忘れてもですね、数学的に面白い問題やアイデアやテクニックがたくさんあります。だからそういうことを研究しようとしている数学者がまあたくさんいて、私もその一人なんですが、で、さっきは超点差予想代数というものを、名前をだけですけど出しましたけど、でまあそういうものを研究している人は、世界にたくさん、まあ、たくさんかどうかあれですが、まあ、いますけど、日本にもいますけど、東大にもいますけど、でだけどそれとはまた別の種類のアプローチがあって、それが私のやっている差予想観論というものです。でこの差予想というのはさっき出てきたオペレーターの、日本語訳で、基本的に無限次元の空間に作用する行列で、で間というのは、まあ、そういうのが行列をかけたり足したりした時に出てくる構造なんで、そういうものが私の研究しているものです。でこれっていうのは、20世紀前半に大体1930年代ぐらいですかね、フォン・ノイマン、ジョン・フォン・ノイマンがそうしたものです。これはちょっと1回目の時にも言いましたけど、でフォン・ノイマンは、名前はほとんどの人が知っていると思いますが、大体まあ20世紀最大の科学者の一人ですね。でもともと集合論みたいなこともやってたし、例えばゲーテルの不完全性定理みたいなことに関連のことも最初の頃やってたし、それから理論物理学、量子力学の誕生の頃にいろいろなことをやっていたので、量子力学の数学的基礎という有名な本があって、日本語訳も出てきて今でも普通に生協とかで売ってますね。それからコンピュータ、一番多分有名なのはコンピューター関係のことで、現在使われているデジタルコンピューターの元になるそのフォン・ノイマンアーキテクチャというものをまあ考えたというか、まあ、あれはいろんな人が関係しているので、本当に誰が考えたのかいろんな説がありますけど、まあ、とにかくそういうことに関係した重要人物の一人であることは間違いないですね。それから理論経済学で数学的な道具を使った数理的な経済学というのはもう現在も盛んに研究されていて、ノーベル経済学賞とかもたくさん出てますけど、そういうものの数学的な立場からその、まあ、ゲーム理論とかですね、そういうものを、開発したその元祖の一人でもあります。ビューティフルマインドってその映画にもなったナッシュとかいうのが数理経済学の、大きな話題ですけど、そういうものの、一番大元になるものを、開発した一人です。で、あともっとその、軍事研究なんかもたくさんやってたし、だからその原爆がどの高さで爆発させれば一番効果があるかとか、原爆をどこに落とすかとか、そういうことまでやってたんですけど、まあ、だからそういういろいろ、まあ、けしからんこともやったとも言いますが、とにかくまあ非常に極めて幅広い分野で活躍した史上最大級の科学者の一人ですが、で、まあ、純粋数学でもたくさんの業績があって、で純粋数学における、まあ、一番重要な業績がこういう理論を創始したということです。で、まあ、これはマレーっていう人も、教授者もいて2人でやってたんですけど、まあ、こういうことをやってました。で、だからまあ私はこれやってるんですけど、だからさっき何度も、まあ、フィールズ賞というのが一番数学のノーベル賞と呼ばれるものですが、コンヌとジョーンズの2人がこうやっていて、で他の数学のいろんな、まあ、名前だけ言ってもまあしょうがないですけど、こう位相幾何とか微分幾何とか、表現論、整数論、確率論、理論物理とか、まあ、こういう数学のいろんな理論があって、こういうのは本来差予想観論とはあんまり関係ないとされている別の種類の理論なんですけど、こういうことと関係していろいろなことが、発展しています。特に今度はいろいろフィールド賞の中でも特に有名な人でいろんなところによく出てきてて、ちょっと前に NHK でリーマン予想に関するテレビ番組やってましたけど、あの時もこう出てきていろいろなんか、語っていましたが、だからリーマン予想はその整数論の話題なんで本来こういうことが何にも関係ないはずなんですけど、こういう差予想観論を使ってリーマン予想を研究するというようなことを現在やっている人です。
で、もうこれで最後のスライドですけど、で残りで最後にちょこっとだけどういうものかということだけはごく簡単に説明して終わりますけど、基本的にはさっきも言ったように無限次元の、だからサイズが無限の行列を考えるんで、無限次元の線形代数、基本的にはそうです。で、線形代数がとにかく、とても重要なものだということは何度も言いましたけど、で今までは基本的に行列の主にですね、行列のサイズはもちろん普通に有限で n×m 行列みたいなものを考えていて、でさらに中に入る数字も特にその、n で p で割った余りとかそういうことを考えてたんですけど、今度は、サイズが無限なものを、縦横無限に数が並んでいるものを考えます。でさらにこう複素数が入っているものを考えます。そうすると掛け算とかだってよく分からないわけです。つまりその掛け算の規則は基本的に同じなんですけど、掛けて足すときに無限個足しますから、例えば全部1が並んでたりしたら1を無限個足すことになるので、それは発散して足せないですね。だからそういう意味で掛け算だってもうどうするかよく分からないんですけど、まあ、ちゃんとうまく掛けることが、できる場合を考えると、まあ、微分方程式とか量子力学とかに関係して、20世紀に研究されていると。でまあ、そういうのは、まあ、基本的に数学科とか、物理学科に行くと、まあ、4年生とか大学院とかで学ぶような内容で、現在も世界中で研究されていて、まあ、日本でもいろいろやっている人たちがたくさんいると。でも私もまあこういうことをやっているというのが、まあ最後に言いたかったことです。それじゃあどうも今日ここまでありがとうございました。どうもありがとうございました。今日はノンストップで喋っていただきました。まあ、今日前半の話までは割合ともう一度ちょっとよく考えてみれば分かることだと思います。誤り訂正符号といった時の後ろにくっつけたパリティビットといったものは、実は全部足して偶数っていうのは式で書けるんですよね。0と1しかないので、何とか足す何とか足す何とか足す何とかは0っていう式です。だから線形空間になります。部分空間になります。そういう式の数が全部で、まあ、最初のやつだと、8個あったわけですね。それで、まあ、それをもっと頑張ったもの3つまで、誤りがあっても良いというのがその5例案符号という、そういうものであるという説明です。